保湿メソッドとは、褒める、叱る、伝えるの頭文字を取った言葉。少しでも楽しく子育てを行うために、子どもたちに伝わりやすい言い方、褒め方、注意の仕方を練習します。子育て中のお母さん、お父さん、こんにちは。毎日毎日大変な育児ですが、そんな育児がほんの少し楽になるように、子どもたちに伝わりやすいコミュニケーション術、保湿メソッドを一緒に練習しましょう。保湿メソッドではご覧の自発作カードを使って練習していきます。伝わりやすいおすすめ青カード、ついつい出ちゃう赤カード、青カードを意識して使えるように練習してみましょう。3歳太郎くんがハンドソープをたっぷりと出して洗面台が泡だらけになっている場面です。実際にそんな状況に遭遇したら、また何やってるの、そんなに泡だらけにして何回言ったらわかるのと、矢継ぎ早に赤カードを繰り出してしまいそうな場面ですが、これを青カードで伝えてみましょう。あわ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 。太郎くん、何やってるの？手洗ってるの。手洗ってるんだ、うん、一人で手洗うなんて偉いね、うん、太郎くん、手を洗うときは石鹸は1回だけ押すの。1回だけ？そう、できるかな。できる。おほ、じゃあ一緒にやってみようか、うん、はい、1回。できたね、うん、上手によくできました。はい、子育て中のお母さん、お父さん、いかがでしたか？自粛生活の長引く中、多くの方々が日々ストレスを感じています。青カードを使ってみても、なかなかうまくいかない場面にイライラすることも多いと思います。そんな時は、ぜひ子ども育成相談課、家庭児童相談室にお電話ください。育児のお悩みや不安などのご相談をお待ちしています。お気軽にご連絡ください。